三宮丸井前をご通行中の皆さん、こんにちは。私たちは辺野古の海に基地を作らせない神戸行動です。土曜日1時から2時まで短い間ですけれども、沖縄辺野古新基地建設を何としても止めたいと、ここ神戸から声を上げております。ぜひご通行中の皆さん、私たちの声を聞いていただき、チラシを受け取っていただき、また辺野古基地建設反対、普天間即時撤去という署名も行っております。署名にもご協力をお願いいたします。ご通行中の皆さん、沖縄辺野古新基地建設、ここ神戸から遠い沖縄ではありますが、日々沖縄では米軍基地のあらゆる負担を強いられて、そして沖縄が平和な島として暮らしていきたいという県民の願いとは裏腹に、米軍基地の 74% 近くもあるという、まさに戦争と隣り合わせの、そのような状況に沖縄は置かれてまいりました。この度の沖縄辺野古新基地建設は、普天間基地撤去という問題がありました。これが1995年の少女暴行事件ということが米軍兵士によって記憶されて、それ以来沖縄の人たちが基地被害、基地による、あるいは米軍による、このような住民生活の破壊、人権蹂躙のこのようなことに対して怒りを持って立ち上がり、そしてそのことから普天間基地も撤去、そして沖縄は基地のない平和な島へと向かうはずでありました。しかし、なんと普天間基地撤去をする上で、それに変えるものとして沖縄辺野古新基地建設をしようというのですから、これは県民の人たちにとってはもう我慢がならない、許すことができない、こうなるのは当然であります。まして、この沖縄辺野古新基地は海上基地も併設する巨大な軍事基地として作られようとしたのであります。そして先ほどありました裁判所の和解案を安倍政権は飲んで、一旦辺野古新基地建設中断という状況にはありますが、安倍政権は決して沖縄辺野古新基地建設を諦めているわけではありません。それどころか、この中断の時期を一つのチャンスとして、さらに強力に辺野古基地建設をしていく、その準備期間と捉えていると思います。私たちはこの中断の時期、本当に沖縄辺野古新基地、これは建設することはならない、この
全国的な声、これを広めていく。そして最後的に沖縄辺野古新基地建設球団から中止停止という状況に持っていく、このような声を上げていきたいと思います。そのためにはご通行中の皆さん、沖縄には新基地建設はいらない、この声を上げていただきたいと思います。先日もありました、沖縄米軍基地兵士が女性暴行を行ったということで、沖縄ではあらゆる市町村から米軍この女性暴行事件に対する抗議と、それからアメリカの基地がもたらす人権侵害、こういうことをやめさせるように、もう許さないということで抗議の声を上げております。先日もキャンプシワブ前で山城ひろじさんを先頭に抗議の声を100人を超える人たちで行っておりました。実はこの米軍兵士はキャンプシワブにいる兵士であったわけであります。沖縄辺野古キャンプシワブの兵士が女性暴行を行った、こういうことがはっきりしており、それに怒った住民は基地建設反対で抗議をしている中で、米軍兵士がキャンプシワブの米軍兵士が女性暴行を行ったという、そのことにますます怒り嫉妬、そして米軍キャンプシワブに抗議のアクションを起こしておりました。数百人の人が声を上げて、基地はいろんなところで人権を侵害し、そして平和な沖縄を崩していくんだということをここではっきりと訴え、そして基地建設反対の声を上げておりました。これは等しく私たちの願いでもあると思います。沖縄辺野古でこのように基地被害、人権蹂躙、あるいは女性暴行事件等々が頻発をする、このような状況に置かれている沖縄、それは一重に米軍基地があり、そして米軍基地が新設されるという、このような中から起こってきていることであります。したがって私たち辺野古の海に基地を作らせない、神戸行動、沖縄の人たちの望んでやまない、期待してやまない、沖縄辺野古基地建設反対の声を上げていきたいと思います。ご登校中の皆さん、沖縄から神戸は遠いわけでありますが、同じ日本の中で沖縄では基地が、米軍基地が 75% 近くもあり、そこで多大な基地被害を受けてきているという、このことを私たちの問題として捉えて、そしてここ神戸からも沖縄辺野古新基地建設反対の声を上げていただきたいと思います。チラシを配っております。署名も行っております。ぜひ一人一人の声が必ず戦争のための基地、そ
作って新たに作る沖縄辺野古新基地建設、これを止める力になります。それは間違いありません。ただいまの署名数はどんどん増えております。それはご通行中の皆さんが、やはり沖縄辺野古新基地建設はもう我慢ならない、許さないという思いがを持たれているからだと思います。ぜひご通行中の皆さん、私たちは辺野古の海に基地を作らせない神戸行動です。そして沖縄に行かれた方はご存知だと思います。沖縄は海がコバルトブルー、サンゴの島です。そして特に沖縄あの辺野古は呪文が進むという自然豊かな土地であります。緑の多いそのような本来平和な島であるべきところに、新たに普天間基地を撤去するというその代わりに辺野古新基地建設をしようというのですから、これを認めていてはならないと思います。ぜひ皆さん声を上げていただきたいと思います。辺野古の海に基地を作らせない神戸行動、毎土曜日このように1時間ばかりですけれども訴えさせていただいております。チラシを配っております。署名を行っております。一人一人が声を上げていただきたいと思います。そして最後的に今中断している辺野古新基地建設、これを完全なる中止、そして残念ということに持っていくように、私たちの声を上げていきたいと思います。皆さん共に声を上げていただきたいと思います。よろしくお願いします。辺野古に基地はいりません。新基地建設は許されません。その声を上げていきましょう。はい、皆さんこんにちは。神戸の三宮、丸い前から神戸行動、辺野古の海に基地を作らせない神戸行動、配信してます。今夜お茶ありがとうございます。はい、今日は曇りです。さっき雨がチラチラしてましたけど今上がってます。
バイバイ言うて言われてるやん。やっぱ顔が怖いん。顔怖いだ。おう。きっとそう。言ってない。言ってないけどでも心。誰やろうな。はい、さようおじさん。バイバイ。虫か。虫か。バイバイ。皆さんこんにちは。私たちはですね、神戸のですね、町でですね、沖縄の基地建設反対のですね、活動している市民でございます。市民グループでございます。通称ですね、辺野古の海に基地を作らせない神戸行動というふうに、言っております。2週間前にですね、政府がですね、和解に応じるということで、裁判所の和解勧告を受けて、一回工事を停止するということで、沖縄に新基地をもう作らせません。
1人はすぐ釈放されましたけれども、もう1人はですね、もう4回も逮捕されたということでして、個人攻撃をずっと続けているというような状況が続いているということです。その方はまだですね、昨日どうかわからないですけど、昨日までの限りではまだ、名護警察署の方で合流されているというふうに伺うのを聞いております。こういうようにですね、安倍政権、今の政権はですね、決して、沖縄にですね、新基地を作らせるという新基地を、建設を断念するということは全くしてなくて、今はですね、日経新聞の見出しなどにもありましたけれども、急がば回れということで小休止戦略を取っているというふうに、考えられております。実際そうだと思います。こういったようなですね、沖縄県民をですね、ひいては日本国民を弾圧するような政策を永続的に続かせないためにどうしたらいいのか、まあ、私たちはですね、こういうふうに毎週土曜日この場所で、沖縄のですね、共にということで、声を上げ続けているわけですけれども、こういったところで、市民の声、世論を上げ続けるということ、そして今度する参議院選挙でですね、安倍政権にですね、審判を下すということが必要なんではないだろうかと思います。まあ、安倍政権奈々ちゃんこんにちは、コインお茶ありがとうございます。まずそういったようなことは考えられないと思います。ですので、しつこくですね、和解があったからといって、この和解に騙されることなく、抗議、新基地建設断念のですね、声を上げ続けていきたいと思います。今ですね、私たちの仲間10名余りがですね、署名のですね、ご協力のお願いとしてビラ配りをさせていただいております。ぜひですね、沖縄に思いを寄せ、おかしの曲でも聴きながらでも結構です。ぜひですね、チラシを持っていただき、またいろいろとですね、沖縄のことを知っていただきたいと思います。引き続きよろしくお願いします。
ナナちゃんこちらこそありがとうございます。今はあの神戸から配信してます。大阪は、3時半からたぬき御前さん配信になります。あ、そうだったんや。いろいろ仕入れてんねん。田口さん、お茶ありがとうございます。アピールが始まるとあの押し黙るんですけど、サイレント配信違うか。なあちゃん、わざわざありがとうございます。そうだ、ナナちゃんまだ、むちゃくちゃなことを逮捕された昨日、あれ彼はまだ名護署でしょうか。ちょっと今日今朝のちょこっとだけしか見ることできなくて、名護署前の抗議行動ですね。まだ名護署に拘束されてるんでしょうか。まあ名護署か、むちゃくちゃな最近の警視庁といい、県警といい、名護署といい、早く解放せえ。まだ、あ、ありがとうございます。ね、本当許せないですよ。あたりうやさん、こんにちは。ありがとうございます。ちょっと今週の辺野古というポスターを置いてあるところに行ってみます。今週の辺野古です。足富さん、機動隊撤退が和解の前提、米兵による、女性暴行、抗議行動でした。3月14日、13、14日の行動。
コインありがとうございます。なんかそうそう、あの他の方もの、投稿でも、はい、ありました。この日だったのかな、これは。これ違うな、完璧狙い撃ちだ。ひろみさん、こんにちは、ありがとうございます。そうだ、18日から、早朝の行動ではなくて、9時半でしたっけ、9時からでしたっけ、集会やっています。はい、17、はい、私の、誕生日でした関係ねえか。そう、こっちも、はい、あ、レイコさん、こんにちは、お茶ありがとうございます。はい、そうそうそう、あらおうそうなんです、はい。タオルさんアピールです、ちょっと黙りましたね、せっかくのアピール。まずは顔からのアップであんまり撮らないでください。あんまりっていうかもう流れてるし仕方ない。あの野葉さん、お茶ありがとうございます。いや、奈々ちゃんありがとうございます。配信ねやってもらわないと全然あの状況わからないので。私たちは富士さん、ウェイ、私たちは辺野古の海に基地を作らせない、神戸行動という市民の集まりです。そうだ、だから、昨日、一昨日で1歳になりました。はい、辺野古で日米両政府によって強行されている新しい米軍基地の建設についていただきたいと思い、お話しさせていただきます。この基地は世界一危険な基地といわれる普天間飛行場の移設だとされています。しかし町のど真ん中に老朽化した滑走路が一本あるだけの普天間基地と辺野古に作られる基地は全く性質の異なるものなのです。新基地は呪文や貴重なサンゴを育む自然豊かな海を埋め立て、 V 字になった2本の滑走路と強襲揚陸艦が入港できる軍港が作られます。またすぐ隣には核兵器も貯蔵できる弾薬庫があり、この基地は総合的な機能を備えた米軍の新しい出撃拠点となります。耐用年数は200年とも言われています。故にこれは普天間飛行場、普天間基地の代替などではなく新しい基地だと言えるのです。しかも私たちが納めた日本の税金で作られます。あ、そうだ、三浦さんそっちだもんな。米軍が沖縄から銃剣とブルドーザーによって奪った土地です。ナナちゃん、ありがとうございます。お茶、強奪された土地を返還させるのに誕生日プレゼント、お茶、最新鋭の基地を
作って差し出さないといけないのでしょうか。署名してくださってます。雨だ。現在国は裁判所が示した和解案に合意し、現在工事は止まっています。しかし実質のところは和解という言葉からは程遠い状況が続いています。安倍首相は和解を発表したその日に、辺野古が唯一の解決策であるというコメントを出し、頑なな姿勢を崩していません。そして和解に盛り込まれた円満解決に向けての協議の日程がまだ何も決まっていない。和解からわずか3日目にして埋め立て承認取り消しの是正、微妙ですね。さっきまで降ってて一旦止んでまたパラパラ来始めました。しかしこの指示も理由が全く書かれていない不備のあるもので、そのことを県から指摘された国は早々にその指示を取り消し、再び提出し直すという非常に不手際のある対応をしています。このように国は前のめりになって話し合いをすることを後回しにして、積極的に基地建設を先へ進めようとしています。マスコミでは国対沖縄県の争いというふうにこのことは描かれていますが、それは本質を外していると思います。今沖縄県で起こっていることの本質は県民の声を無視した地方自治の破壊であり、民主主義の危機であり、子や孫の世代の幸福追求権の侵害であります。つまり国と対峙しているのは沖縄だけでなく、この神戸にいる私たちでもあるのです。米軍基地問題には二重の差別構造があります。一つはアメリカが敗戦国である日本に戦後70年以上にわたって米軍基地を押し付け、主権を侵害する差別。この点において関西に住む私たちは被害者です。そしてもう一つは日本に押し付けられた米軍基地の4分の3を沖縄に押し込め、私たちの意識から遠ざけるこのことによる差別。この点において私たちはほとんど無自覚にこの差別に加担する加害者の側にいるのです。この2つの差別問題を真正面から捉え、交渉すべき相手と毅然と交渉し、謝罪すべき相手に心から謝罪し改めなければ、本当に平和で民主的な社会は実現されません。では私たちには何ができるのか。辺野古現地へ駆けつけ、今実際に起こっていることを見聞きし、座り込みや会場行動に参加する。これは誰もがすぐにできることではないでしょう。しかし現地へ行かなくてもできることはたくさんあります。寒波を送る、名護市や沖縄県にふるさと納税する、署名を集める、新聞に投書する、関連機関に抗議メッセージを送る、プラカードを作る、音楽で表現する、ネットを使いブログ、ツイッター、フェイスブックなどで情報を拡散する、家族や友人に知らせる、
街頭でスピーチする、デモや集会に参加する。あなたに何ができるか、それはあなたにしか分かりません。しかし探せばきっと何か見つかるはずです。応援していますではなく、一緒にやりましょうと、あなたにはあなたの力を発揮していただきたいのです。そのためにまずは知ることから始めてください。私たちが配っているチラシをどうぞ手に取って読む。そこから始めてください。私たちは来週も再来週も同じ時刻にまたこの場所で活動を行います。来週はあなたが私たちの仲間に加わってくれることを期待しています。よろしくお願いします。はい、タオルさんのアピールでした。パチ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 。はい、トビーのちゃんが、道化師の道化師の格好で青茶ありがとう、あ、違う、拍手ありがとうございます。メガネかけてたらさっぱり見える。今年は全国集会行こうかなと思ってたのに、例によって年休がないから行かれ、神奈川はさ、中野島に行かなかったら前の日東京らしくて舞台で誰が神奈川だけど、西山さんがもう俺やっぱりそっち行くわ、一人だけ抜けてこっち来て悪いことは話してないから、いやいや、悪いことは言ってないから、いいや、あの代表のことで初めて取り返して本当に僕らの用事と西山さんと同じ沖縄の名護の市会議員の河野さん、これの交流会が休み取れたら行きたいのに。はい。7月3日東京で全国集会ですから。7月3日。3日。日曜日。ひょっとしたらいけるかもしれない。その。50年前の続いてっていうのは、ね、はい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 
東京でやる。でそれを結果から従来の枠組みを超えたいと、まあ、実際実現するかどうかは別に意思表示をして準備を始めた。でそれでまあそういう交流会が実現した。誰だっけ言ってた、あの従来のなんとか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 乗り越えてやっていかなきゃ、まあ、宣伝はあのなんていうかブーっていう感じで絶句してはんねんけど何の反応もしてない、もう無視するという多分方針やと思う、あの教科書を中心に、まあ、だけど非常にいいことで現地の、まあ、同盟がそこへ踏み込んだから、7月3日、ね、ちょっと頭置いてる、それも東京都内やから、あ、はいはい、近所だから、だから日帰りできるから十分、日帰りやったらいいな、年休取らんでいいし、21日でも無理すれば1番で出れば十分間に合うんだよ、1番でなくても望みやったら1番の人になる、光で1番でやる、光で1番、うん、望みやったら十分間に合う、あの成田やから、東京に、10時までに着いてたら10時頃着いてたら日帰りできるんですよ、言うことはできる年休取らんで、こっちもあるしねということでちょっとこれから先の話でした、はい、3月27日は成田で、反対同盟全国集会あるの で以前から聞いてたんですけども、日帰り制と今言われましたがなかなか難しいので3月パスです。あ、慶太郎さんありがとうございます。で、7月の2日、いや7月3日か、3日だけはもう、全国集会になりますのでちょっとそっちは行ってみようかな。それは錦糸町であるそうなので、喉乾いたので飲み物を。
画面揺れます、すいません。あら、お茶ありがとうございます。来週。ああ、いいですよ。来週かよ。ラッキー。はい、借りました。お借りしました。わらわら。ラッキーです、本当に。おじさんはあの関係ないんですけどね、なんか 踊ってくれてます。ひなさん、そうです、はい、生演奏です、これね、はい。結構ね、神戸講堂もそうなんですが、大阪講堂も、生演奏です、はい。ありがとうございます。はい、そうです。これパフォー、このおじさんね、よくあのここをね、うろうろ歩いてはるんです、はい。おじさんちょっとこれ、いや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 、楽しいおじさんですよ、お面かぶって。
今あの彼が弾いてる楽器はですね、今回ね、はい、あの三振なんですけども、エレキ三振ですね。はい、ありがとうございます。あのこっちに、はい、そこにあの、になりますので、ミニアンプスピーカーです。はい、まあ、沖縄でいうとですね、ウリズンの雨のような感じでですね、しとしとと優しく。雨が降ってるんですが、残念ながらですね、あの神戸市、関西市にはほとんど近づいてしまっているのではないかなと、で、エレキ三振なので、はい、署名してくださってます。ありがとうございます。はい、ということで、2時になりましたので、配信の方以上で終わりたいと思います。はい、初めてでした、あれエレキサインして、はい、私も初めて見ました。ここでもうずっとあの彼はあのここで、白井さん、雨なんですけどね、残念ながらあの市民のほとんどは地下街に入ってしまって、残念ながら今日はあまりあの署名できるといただけなかったかなと思います。はい、そうです。でもね、やっぱり何人かやってたから、それはありがたいです。それも入れましたしね、あのなんかこう歌ってたらあの寄ってきてくれる、そうそうそう、あのピあのあのおじちゃんも面白かった。あのおじちゃん、まあ、なんですかね。いやいや、いつもよくあのここでちょろちょろしてある。そっかそっか、結構前からおられる。そう、以前も見たことあるんですよ、確かにね。はい、皆さんのパフォーマンス、あの私の差しはどうでもいいんですけど、あっちのパッドマイムのおじさんいかがでしたか。ちゃんとあの配信してました。ね、ぜひぜひ。知らないけど、そう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 。はい、お疲れ様でした。どうも、どうも。はい、ということで、丸い前からの配信、終わりたいと思います。はい、皆さんありがとうございました。お茶、コイン、コメント、たくさんありがとうございます。この後は大阪講堂、ちょっと所用で私の、あの、行けないんですけど、はい、またあのたぬきさん、たぬき御前さん配信されると思いますので、また皆さんよろしくお願いします。はい、皆さんありがとうございました。のなちゃん、ありがとうございます。今日何人ぐらい見られてます？結構20人ぐらい。20人ぐらい、そういやあれ、花さん